仕立てる。やった。今日は黄色じゃない。今日は茶色。茶色です。めちゃくちゃヒートテック出てた。アキさんヤッホー。あ、そう、ベレー帽。ベレー帽です。これはひなが中学生の時からずっとかぶってる。あ、かなみーヤッホー。お風呂入ってて遅れた。ヤッホーヤッホー。おやさんもヤッホー。あゆちゃん。なに、たかひろさんヤッホー。フライさん、ビジュイやった。なんかリップ薄くない？まあ、いっか。ひらゆきさん、こんばんは。あきさん、ベレー帽について可愛すぎる。よっと。よっと。ひなちゃん、ひなちゃん。あ、クリスマスミームだけだけど当たったから一緒に過ごそうね。やったー。過ごしましょう。クリスマス当たった方、ぜひ一緒に過ごしましょう。当たんなかった方は、まだあると思うので、諦めないでください。フライさんめっちゃ可愛い。やった、可愛いよねこのお洋服。あー、ティーカさんやった。え、可愛い、大好き。ひなも大好き。サミさんこんばんは。やった、めっちゃこの服。この服はね、ひなが中学じゃない、高校2年生の時に買った服。あ、1年生、いや2年生やな。あ、のどあめ、のどあめ、のど飴いただきます。よいしょ。あいちゃん、すーちゃんとお出かけしてお洋服出そう。あれ今日やねん、お出かけしてたの。帰ってきました。しょうさんやっほー。しおりさん、ひなたまちゃんこんばんは。はじめまして、こんばんは。高根のなでしこのひなはたひなです。よろしくお願いします。ね、すっごい雨入ってんの分かんない、ここ。まあ、いっか。かなみん、たかねこ、あ、紹介画像ありがとう、載っけてくれてて。こちらこそなんだけど、すっごいわかりやすいの作ってくれてありがとう。めっちゃわかりやすかった。こっちに雨入ってる方がいい。いやー、どっちもどっちやな。こっちでいいや。横向いて喋ろう。そしたらちょっと隠れるべ。ティガさん、こんなの女子、あ、だからかんだかんだ、こんな女の子らしいお洋服も似合うんだな。やった、似合うね。なんかね、これでもなんかちょっと素材が痒くてあんまり着ないんだよね。しょうさん、かわいい、かわいい、やった、ありがとう。あ、れなちゃんやった、ひなちゃんもかわいいって。やった、ありがとう。ね、すっごい雨入ってるの分かんねえ。めっちゃ大きいからね。え、アキさんも褒めてくれてありがとう。なに、エルさん、ひなちゃんこんばんは、こんばんは。しおりさん、初見です、ありがとう。しょうく、昨日、あ、ね、見たよ、ひなたま聖地。ああ、ひなたまの聖地、聖地巡りね、いいな、嬉しい。なんかあえてひなのグッズを持ってってご飯食べてくれたりするのすごく嬉しいです。今日もひなたま、あの、持ってきたかったんですけど忘れちゃいました。澤部さんたちもさ、ね、あの、お食事会してたよね、見た。ゆっかーさん、ゆっかー、結婚してありがとう。結婚しような、結婚しような、結婚しような。今日はミニゲンガーちゃんで結婚しような、ありがとう。エレさん、スーちゃんとのプリ可愛かった。やった、そうだよ、ほら、スーちゃんと撮った、携帯の裏に入れてる。サメさんこんばんは、今日も可愛い、やった、サメさんありがとう。あ、さっきまで歌くんとお出かけしました。そう、それ見た、おかえり。しおりさん可愛い、嬉しい、ありがとう。落としちゃった。ツインテベレー似合うね。やった、なんかね、ツインテしてるとすっごいね、すっきりして楽なんだよね。でもツイン、あの、ベレー帽の嫌なところは前髪が潰れるから普通より長くなっちゃうところ。どっちに雨入ってるでしょクイズしても当てられる自信ない。本当？やってみようよ。じゃあいくよ、いきます。バケヤ、結構見えちゃうわ。オッケー、いきます。どっちに雨入ってるでしょう。
これ分かるやろ。分かんない、分かんないとこある。これどっちに雨入ってるでしょう。全然分かるでしょ。そうだよね。あ、みんなからしたらこれ左か、ひなからしたら右なんだね。そうだよね。え、あれフライさん逆合ってる、これ逆で答えてくれた。そうだよね、こっちだよね。麻痺麻酔した人みたいに腫れてて草だって恥ずかしい。なんか下膨れみたいになっちゃってる。これわかる、こっちならわかんない。こっちで喋った方がいい、横向きになってけばいいよね。こっち、あーこっけやん、こっけこっけ顔顔よ、こっちだ。はい、ちょっとコメント飛ばしたんで読みますね。のどかさん、何すーちゃんとのプリかわいいでしょ。まことさん初見です、ありがとう。ななかさん初見です。お、ななかさん、ビギナーだ。あれ、ななかさんってひなの知ってるななかさんだ、だかな、だかな、だ、だかな。ちょっと待って、 Wi-Fi 切れる。これ Wi-Fi のとこにしとかないと切れそうで不安なんだよね。え、ななかさんってひなの知ってるななかさんかな。ひなたまとご飯今度しよう。え、いいやん、指定して。あ、わたるさん推しが今日もかわいい、やった。ゆうたろうさん、やっほー。親知らず抜いたひらね、親知らず生えてんねん。でもなんか生え方が綺麗だから抜かないでいいよって言われて抜いてないです。お、ゆずやろさんこんばんは。クリスマスの両方当たったので、お、北海道から行きます。すごい、待ってるね。気をつけてね、冬だから寒いから防寒着。でも北海道よりは寒くないですね。ゲンガーのソファー買って感想を聞かせて。あ、その感想を聞いてから買うか決めるから。出た、で教えてくれてたよね、ひなに。あれね、ひな知ってんのよ。でもね、なんで買わないか聞いて。高いの、高いのよ。いや、欲しいなと思ったんだけど、なんかひなたまはこのグッズを高くても買いたいってなったら買うんだけどね。なんか好きだ、好きだけど、なんて言えばいいの、ゲンガーのことめっちゃ好きなんだけど、それをなんか欲しいと思って買わなきゃいけないと思ってるから、だから欲しいって今思ってないから買わないね、ごめんね。そうなの、あのゲンガーのソファー高いのよ。で、なんせ置く場所がひな、そんなに床に座らないから多分あんま使わないのよ。多分この子に座ってやるから。そう、残念だけど買いません。そのね、そう、欲しいと思ったやつを買いたいのよ。欲しいと思ったやつをね。でもなんか東海オンエアさんがそのソファー持ってて使ってたんだけど、すっごい大きくて座り心地良さそうでした。欲しくなりました。だけど高い何回も言う、だけど高いのよ。ヨッシーさん、ヤッホー。ウタさん、ヤッホー。ウタさんも帰ってきたばっか、おかえり。お腹空いたのでまたね。お、ゆず太郎さん、じゃあね。ひなたまツインテかわいい、やった、ありがとう。プラチナキングさん、こんばんは、はじめまして。ほら、ありがとう、はじめまして。高根の、ねえねえねえ、ヒートテック出てるからひな、恥ずかしい恥ずかしいしまって、はいはいはい、はじめまして。高根なでしこのひなはたひなです。ひなたまって呼ばれてます、よろしく。ね、音楽流れてないね、なんか寂しいなと思った。下膨れになっちゃってる、ごめん。充電なくてね、ここに充電器でつないでんだよね今日。えりりんちゃん、たくさんハートありがとう。えりりんちゃん、たくさんハートありがとう、ありがとう。れなちゃん、キラキラ星ありがとう。キラキラ星、全然星じゃない、キラキラ星ありがとう。ね、あのゲンガーのソファ高いよね。あ、ショーゴは高猫と過ごします。やったー、ショーゴと過ごせる。そうめんさん、ゲンガーのパーカー今着てるけど、あ、言ってたね、これ着てひなたまに会いたい。ね、言ってたね、GU でしょ。調べたもん、即。ね、かわいい、あれ、ひなも買おうかな。ゆったんさん、おつひなでごめん。おつひなでごめん。いいよ。待って、今、ひなちゃんからのモバメ来た。今来た今来たあ、じゃあ、後で。ぜひ読んでください。みんなシナノさんもバベ読んでくれてありがとね。なんかこんなの書いてほしいとかあったら言ってくれ。ひなたまの
懐にゆきちさん100人ダッシュしてこないかな。日向ものとこにゆきちさん100人もう全然ウェルカムっすよ。グラッシュさん今日はスーとデートしてたんですね。そうです、スーとデートしてました。確かに欲しいと思って18万円の自転車買っちゃったし。あ、そうなの、すごっ。ナッピさん、あ、ナッピちゃん、ナッピちゃんや、久しぶり。ナッピちゃん可愛くてごめん、めっちゃ可愛かった。ありがとうナッピちゃん、嬉しい。やった。あ、こちらこそよろしく。こちらこそだよ。キニャンさんこんばんは。ショウさんかわいい、やった、ありがとう。ゆっか、何、ゲンガーのパーカーならドンキにマリオ、ワイが着てたやつのシリーズ。あ、そうなの。なんか粗品が着て、粗品さん、そう、ごめんなさい呼び捨てしちゃった。粗品さんが着てたゲンガーのパーカーじゃなくてセーターが欲しくて買おうと思ってます。去年ぐらいからねずっと買おうと思ってんだけどね、全然手出さない。みずきさんはじめまして。はじめまして、高根なでしこのひなはたひなです。みんなからひなとまって呼ばれてます、よろしく。ケニアさん、まだ物販行ったことがないけど物販何があるんかな。物販何の、高根子の、高根子グッズ、クリスマス何やるんだろうね、全然まだ発表されてないんですよね。サビさん、じゃあ俺はひなたまのツイステパジャマ着てっか。ポンフィオレすごいね、当ててたので、なんか加湿器すごいんだけど大丈夫そう。大丈夫、一番弱いのだ。レナちゃん肉まんありがとう。レナちゃん肉まんありがとう。アミッポさんフォローありがとう。アミッポさんありがとう。ミッピーさんこんばんは。ユリリさんはじめまして。初めて来ました、やった、ありがとう。ケンニャンさん可愛くてごめん、めっちゃ聞いてる、やった。チュッ、ね、あれさ、ひな、この前さカラオケに入ってなくて生歌で歌ったのよ。めっちゃカラオケに入ったらしいね。ひなは傷ついた、あの時生歌で歌ってさ。あ、そう、フライさんがね上げてくれたの、ネットに TikTok ありがとう、見たよ。それ見たんやけど、めっちゃひな横目で歌詞見てんの恥ずかしいと思って。レブブ見ながらかなり聞いてます、ありがとね。下振り YouTube の動画でゲンガーのアイスウォッチ買ったわ。え、そうなの、すごい。パチマルさんこんばんは。帰ってごめん、再生回数40万回いた、本当にありがとう。みんな初めましての方も、ずっと好きでいてくれてる方もみんなありがとう。ごさんやっほー。ゆりりさん可愛くてごめん、覚えたの、今度 TikTok あげようかなって。え、嬉しい。チュー、可愛くてごめん。あ、まだヒートテック出てるよ。で、出てきちゃうわヒートテック。このダンス可愛いよね。チュー、あざとくて。これマイク持ってるとさ、ひな、こっちの手さできないんだけど、どうしてもこれに。今選手歌ってたよ。あ、なに、選手配信してんの今。ひなたまの声すごく綺麗だったです、やった、嬉しい限りです。はあ、今日ちょっと歌うかなとか思ってたのにさ、ひな、イヤホン忘れたわ、イヤホン忘れたわ。何、ミフィさん今朝リリちゃんが歌ってた、あれって思ったね。この前入ったらしいよ、2日前かな、ちょうどひなが歌った次の日かな。紫ポケモン、ひなちゃんがいつも連れてきている子かなと聞かれたから、ひめりちゃんにゲンガー説明しといた。紫ポケモンありがとう、ひめちゃんに教えてくれて。ひめちゃんゲンガー知らんの、なにこれ、ああ何かと思った。40万回再生すごいね、ありがとう。もう一回最初から、あ、何中、え、みんな振り結構知ってる方多くない、一応言っとくね。中中、可愛くてこれこうね、ごめんごめんで、猫猫、123、中、あざとくてごめん、気になあちゃうよね、ごめんです。その後は結構変わるんだよね、でもここまでの方がいいと思う。だから一生懸命説明しすぎてポケモンマスターな気分。おもろ。こだまさんこんばんは。
サトシでも優勝するのに25年もかかったのに。そうなんだ。その知識知ってるだけでもうポケモンマスターなんじゃない。ひなは知らないもん。こだまさん、ひなたまちゃん、こないだの黄色いパーカーとガラッと変わってまた可愛い。やったやった。澤部さん、キラキラ星ありがとう。キラキラ星ありがとう。かわいくてごめんで、では出ないらしいけど、可愛くては出るらしい。どういうこと。可愛くてごめんでは出ないけど、可愛くてでは出るらしい。何が。あ、そういうこと。カラオケがってこと。へえ、怖っ。そうなん、なんでなんでね。ムーショットさん、やっほー。沢井さん、キラキラ星ありがとう。沢井さんありがとう。ゆうたんさん、ライブでフリーコピーして楽しんでたから覚えるの簡単だった。おお、素敵な覚え方です、ありがとう。コキさん、クリスマスまでに覚えてきます、頼んだ。サビさん、そういやポケモン進んだ。ポケモンね、一旦学校行って伝説のポケモンに乗ってるところです。今全然進んでないです。今日まだ一回もやれてないんだよね。この前ね、2時ぐらいまでやってたよ。ポチマルさん、たこ焼きありがとう。たこ焼きありがとう。パイシャンさん、ポケモン放送開始が1997年のよ。今年優勝したから25年ってわけ。へえ、ひな、まだ生まれてない。ゆっかさん、夢結びと同じレベルで覚えやすいからありがたいわ。確かに。はい、あ、ヒートテック出てる、ヒートテック。サワイさん、ひなたまの声好き。やった、ひなたまの声好きですか。そう言ってもらえるのめっちゃ嬉しいっす。待って待って、ひな触れ。ああ、どこにあったんですかね、ひなたま。あった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 。ふっ、ちょっと待って、あ、落とした、落としたもの。危ない、落ちる、危ない。あー、何でしたっけ。よしかずるんるんさん、やっほー。まなさん、どうも。ベレードキャワイオス、やった。見て、今日ですね、すーちゃんとアニメイト行った時にね、ショタケンマくん買ったの。ごめん、これなんかリュックに入らなくて折っちゃった。待って待って、なんか元気出たわ、よかった。なんか元気、落ち込んでたの大丈夫。ひな、ポチマルさんの TikTok 見たよ、可愛かった。あ、これじゃなかった、これ、可愛かったよ、ありがとね。待って、ひな、どこまで読んだ。パシャンさん、当時放送 ポケモンマスターを目指すサトシ10歳、当時は同い年だった。当時は、あ、そうなの。え、タケミキさん、今日もメイクかわいい、やった、ありがとう。ひなたまメイクね、実はね、実はなんやけどね、いつも同じメイクなの。変わるのリップだけっすね。なんせ実技があんまりできないもんで。ヒートテック出たがりだね。そうだよね、出たがりだよね。寒がりなんで、いつもヒートテックと北海道は常備しております。ショールームでゲーム配信ってダメなのかな。ひなちゃんの SV ポケモン実況見たいわ。ポケモンって、ね、ダメなんですよ。結構マリオも任天堂も厳しいらしくて、本当は実況できるのってめっちゃ限られてるらしい。だから YouTube とか解説しない限りできないの。そう、聞いたの、ひなもゲーム実況しちゃダメなんですかって。ダメーって言われました。そう、うん、なんかそれでひなが画面映さないでやったらいいんじゃないって言って、なんかそういう人もいるらしいけど、なんかつまんないじゃん、画面見れないと。そう、ひなたポケモンやってますよ。ひなはバイオレットの方です。こうでも変わんない。お出かけしてたん。そう、すーちゃんとお出かけしてた、デートしてました。これお洋服かわちいのにあんま見えないの、残念、残念ちい。ほら、かわいいっしょ。めっちゃ布団、すいませんね、布団が。足がね、これスカートやから寒いんですよ。ケンマくん、そう、ケンマくんやで。最近のおすすめの、ゆりりさん、何この最近のおすすめ。
もう最近はもうめっちゃ普通に定番にひなはチェンソーマンとブルーロック見てますね。普通に。最近何見てるかな。アニメイト行ったんかい。行ったよ。ポチさんの笑顔めっちゃ可愛かった。わかる。また練習さん、ヤッホー。いいな、スーちゃんとアニメイト羨ましいでしょ。でもスーちゃんとアニメイトはマジでめっちゃ行ってる。あ、ライカさん久しぶりです。久しぶり。実技実技やで。あー、クリライ両方当たったんで、おー、ぐるぐるするで。マロンさん回ってるで。俺もバイオレット推しカラーです。ひなたま、ひなたま推し、嬉しい。ソメさん好き。ミッピーさんかわいい、やった。ひなたまはなんでバイオレットにしたかっていうと、単純に実況でバイオレットじゃの逆方、逆の方見てたんですよ。だからひなバイオレットにしようと思って。自分もバイオレット好きだし、最近ひなたまのとか気に、何、ひなたまのことが気になる存在に。ヨシガズルンルンさん、やった。破壊王の使ってる。マイちゃんさん見て見てって、親戚の子が見せてきた TikTok が可愛くてごめんダンスだった。奇跡。おお、すごいね。アニメイト大きいところに行きたい。アニメイト今日はね、秋葉原に、秋葉原に行ってました。ひなでも池袋が一番好き。アニメイトは日野平さん、やっほー。そうめんさん、ブルーロック激ハマりしてて全巻漫画勝ちた。ひなもね、ブルーロックね、おばあちゃんがくれたね、なんていうんだっけ、本屋のカード、なんていうんだっけ、ああいうの、本屋のカードで3巻ぐらい買えて、3巻だけ買ってドハマりして生きがいしました。一緒やね。あ、よしみさん、始業はお疲れ、仕事お疲れ。念願の、あ、クリラ当たって嬉しい、嬉しい、ピッ、ありがとう。よしなぶさん、ヤッホー。パッションさん、バイオレット、あ、昨日バイオレットバーガーデンやってたね。ね、ひなたも見てない。でもバイオレットバーガーデン自体も見てます。何が、映画がやってたのかな。あ、図書カードのこと、そう、図書カードで買いました。そうそうそう、池袋のアニメイト来年大きくなるみたい。あ、ねえ、そうだよね、楽しみ。あれ、どこ行った、コメントどこ行った。あった、ゆうかさん、秋葉原この前行ったんだけど、大阪の日本橋で慣れすぎてたからめちゃくちゃ広く感じた。そうなの。アニメイト、ひなもアニメイトじゃない、秋葉原3回目なんですよ、まだ。そうなんです。なんか電車で来たのが初めてでドキドキした。なんか車でだったから2回とも。そう、アニメイト池袋って本店じゃやない？あ、そうなの？ひな勝手にさ、秋葉原が本店やと思ってた。クリスマスライブの合間に池袋アニメイト行くね。おお、行くの？楽しんできて。行動が一緒すぎて運命感じる。運命やで。これは運命やで。ブルーロックはこちらも友達と盛り上がっております。おお、そうなんね。熱いもんね、やっぱひな、ああいう熱いお話すっごい好き。図書カードってまだあるんだ。あるよ、あるよ、あるよ、全然。チャン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 チャカンチャンチャンカンチャンツンツカツツツカン。このアンチファンのさ、落ちサビの音楽めっちゃ好きなんだよね、ひな。メロディーが。なんだっけ。ライカさん、地元のアニメイト駅地下の近くにある大きくも小さくもないところだから都会の行きたいのよね。あ、そうなの。いいな、ひな近くにある。じゃあ、あるけどそんなめっちゃ駅近じゃないからマジで地元にあってほしい。沢井さん、アニメで、あ、なんだっけそれ、なんちゃらの国知ってるわ。なんか人が宝石みたいなやつなんだよね。秋葉原、あ、秋葉原でした、秋葉原でありませんでした。ひなたま運転できるんだ。あ、違う、ひなたま免許持ってないの。ね、パパと一緒に行ったことがね、小学生の時にあって、
そうパパが運転してくれてたのと、この前はライブだったので、そう電車で来たのも初めてなんですよ。日向も運転できないです、免許持ってないんで運転持ってないんで、免許持ってないんで、そうだから身分証明できるものが日向はなくてですね、本当だから職務質問とかされたら大変なんですよね、身分証明できるものないんで。マラさん、ひなたま日本橋よく読めたね、東京日本橋やよ。あ、そうなの、日本橋なの、日本橋、大阪は日本橋、マル、ありゃりゃ、マルさん、ありゃ略、あ、何が何が、あ、どっちどっち、まあどっちでもいいで。次に出るポケモンカードのディアンシーのイラスト、宝石の国の人だから欲しい。え、そうなの、なんかポケモン、ごめん、あの日ね本当にちょっとポケモンにわかでして申し訳ない、免許なくてよかった、なくてよかった。クリスマスライブの1部と2部の合間ってどう時間過ごすのがいいですかねって書いてあるよね多分。日向の場時間があった時に、前になんかリハーサルからの合間があってからのライブっていうことがあったんですよ。そういう時はアニメイトに行ってました。でも普通に考えて過ごすなら、そうだね、疲れを取りたいなら、ひなはあれ漫画喫茶とかに行くかな。そう、座って休みたいかも。まあ普通に過ごすならカフェとか行ってるかもね。山本拓海さん、ファラありがとう、ほらありがとう。ひなちゃん職務質問されることないでしょ、されたことないんですよ、免許なくてよかったわ。に東京が日本橋、大阪は日本橋、へえ。職務質問、運転免許は草、職務質問されたの、されてない、されたことないけど、いやひな歩道もされたことないわ。ミクルンがハンドル、あ、やってたね、ツイッター上げてたけど、あのミクルンは免許持っているのに最初驚いた。あ、そうなの、なんか結構ね言ってたから知ってたわ。ポケカもハマってたけど、人生で一番ハマったカードゲームは遊戯王。あー、遊戯王ね、あのひなんちにもあったわ、お姉ちゃんがちっちゃい頃やってたのが。ね、待って、そう思えばさ、またあ、まあ、いいや後で。吉見さん、ママなんか運転すること想像つかないね、だっても免許持ってないよ確か、ももな。ゆかさん、玄華ちゃんのポケモンカードをプレゼントで送りつけたろうかな。欲しい。欲しい。え、わたるさん、アイラブクマちゃん、ありがとう。アイラブは、あ、かんだ。アイラブわたるさん、サンキュー。イェイ。これはハートの嫌だと思ってください。マラさん、一部の終わりはお昼ご飯から。トレードやね、何トレードって、あー交換か。その黒い帽子いいですね、ベレー帽とは違うんだっけ。お、ベレー帽と同じだよ。真夏にカラオケボックスに行ってアイドル写真のトレードをするオタクは私、涼しいから。へえ、そうなんや、歌えるし一石二鳥やね。遊戯王今デッキ組みながら見てるわ、すごい。ももなんもなくてよかった。I love I love 山本たくみさん、初見です、ありがとう。はじめまして、高根なでしこのひなはたひなです。みんなからひなたまって呼ばれてます、紫色担当です、よろしく。ゆかさん、何、了解、待ってて、ひなたまカード勝負へ出し。焦らないで、今日は寝て、今日は寝てくれ。私はワンピースカードに沼ってます。あ、ひだ、それ持ってるよね、あのワンピースフィルムレッドのカード。え、そうそう、まあ、思い出した、思い出した、何言いたかった、思い出した、あのさ、あの日向間のお茶の間、お茶の会、すいません、延長されちゃって、そうやるの知ってたから時間かぶせちゃうと思って、そうごめんね、待たせてごめん。今日は日向間40分から始めたから、
30分とか20分らへんには終わると思います。よろしくお願いします。すいません、ひなもぜひ参加したいんですけど、ちょっとあの参加できないので心の中で参加しときますね。いつも羨ましいです、ひなもお話ししたいです。一緒に、ひなたが気にしちゃダメ。知ってたんだ、もちろん知ってるよ。逆にごめん、ね、こちらこそだよ。おもろね、歌いたかったのに。イヤホンないで。いや、ないな。ひなたまファーストです。やった、ひなたまファースト嬉しい。ね、そう思えばさ、ひなたまのことを最近知ってくれたよって人がいて、結構いてくれますので、ひなたまの自己紹介をしたいと思います。そう思えばひなちゃんの配信が最友情だから、好き、ありがとう。そうで、そう、ひなたまちゃんの自己紹介をすると、ひなたまちゃんの名前はひなはたひなでございます。そしてあだ名はひなたまです。で、趣味はご覧の通り、これ漫画。あれ、なんか気配を感じるぞ。あ、ありがとう、イヤホン、ありがとう、ありが、あ、あ、持ってきてくれた。持ってきてくれた、キャッチーマルオ。なになに、セカンドサベさん、お初です。あ、リーボさん、ちょうどそうです、ひなたまと申します。紫色がもうちっちゃな頃からずっとずっと大好きです。イヤホンお届けけど、イヤホンデイバリーされました。やった。はあ、失礼しました。そう、家族の温かさ、温かいでしょ。今日もね、夜ご飯遅かったのに待っててくれたの。優しい。何これ。あ、あ、ピアスに絡まってる髪の毛が。そう、それで、もともと何してた人なんですかって聞かれたんですけど、もともとはですね、ひなたまは、普通に高校生やってました。で、中学も普通にやってました。で、ダンスは、ダンスいつから始めたのってたまに聞かれるんですけど、ダンスはですね、中学3年生のすっごい後半から始めたんですけど、めっちゃ本格的に始めたのは高校2年生の時かな。高校2年生の時からめっちゃ本格的に始めました。歌もボーカルトレーニング、ボイトレもう中学1年、間違えた、高校1年生から行ってたんだけど、めちゃくちゃ真剣に始めたのは高校2年生からでした。めちゃくちゃ家族が配信見てるのほっこりしますね。あ、野球のポジションでボケたので乗りました。え、なに、野球わからん、野球わからんわ。リッポさん、イオモール都心なんちゃら幕張新都心でのデビューイベントには行きました。やった、ありがとう。チアリーディング、ひなたま、ひ、何チアリーディングって。ケプラのヒカルちゃんと一緒にやってたんだよね。え、なんで知ってんの。え、そう一緒にダンスやってた。なんで知ってんの。そうなんです、あの、もともと APEX さんっていうところで育成契約生として頑張ってたんですよ。そうなんです、だから、あの、よければ、あの、昔のひなたま一応 APEX に一応 YouTube に載ってたりするかもしれないので見てみてください。ひなたまダンスには、あ、に早いも遅いもないからね、頑張れ、ありがとう。ひなたまガンガン行こうぜ、かっこよ。 APEX なんだ。そうなんです、元 APEX さんなんですよ。自分で言ってたじゃん、言ってたっけ、もう覚えてないや、ダメだ、ボケ通すのが難しい。そうなんです、 APEX 育成契約、あ、特待生育成契約生どっちかな、 APEX 特待生合宿って調べたらひなたま出てくるんですよ。もし昔のひなたまが知りたい方はぜひ見てください。だから本当高校の時とか
放課後遊ぶとかがあんまなくて、途中からめっちゃ本気でやってたんで。そうなんすよ、こうやって遊ぶのすごく楽しい。だから大手やん。そうひな、あのね、エイベックスさんのアーティストさんが好きでこの夢にたどり着いたの。だからダイスさんって言うんだけど、アングレ踊って歌えるアーティストさんになりたいって思ってこの業界に入ってきたから、ダイスさんいなかったら日向も今いないと思うと怖いなと思います。だから人生って怖いよね。好きでさ、こんな左右で変わってっからおもろーと思いますね。髪色をその頃に戻そう。お、時を戻そうみたいに言うな髪色はあのですね、あの普通に変えたくてもちょっと許可が下りてないんでやん。昔ダンスボーカル、昔ボーカルクラスに通ってたのに一向にうまくならなくてバンドもやめたのに、また来年バンドやる。いいじゃん、素敵。ひなもね、これドラムやりたいんですよね。だからドラム買おうと思って、なんかおすすめのドラムあったらちょっと教えてください。ちょっとあの値段は安めで、でも低すぎるとそれはそれで嫌なんで中ぐらいでお願いしますもし知ってる方いたら過去玉を見るにはキーワードエイベックス特待生合宿。そうです、あれだよ、カリアイさんがやってた合宿と同じスタジオだった。昔のギャル玉の時代も割と好き。やった。しかも話してただけじゃなくて当時のダンス動画見せてくれたし、つまり僕は無実ですね。ダンス動画めっちゃ見せてたよね、覚えてる。それはまるさん特待生からの高猫ちゃんに生きてるうちに出会えてよかった。よかったわ、ひなも出会えてよかったわ、ありがとう。ひなひろさん、でも今年の8月に高猫ちゃんたちに出会えて本当よかったわ。ひな本当よかったわ。26年って社会にやりながらまた始めることがなると思わんかったわね。素敵だねみんな。ゆりさん、最近高猫に出会いました。運命だ、ありがとうね、出会ってくれて。ライカさん、シンプルにタマのミニドラとか。あ、タマのミニドラ、なんかひなね、マジで形から入るタイプで割と大きいのがいいんだよね。電子ドラムがいいな、あの近所に迷惑かかっちゃうんで。ひなたまドラムなんか始めたらリズム感大狂いしてやわれて紙にスティック投げそうどういうこと、リズムが狂っちゃうの。簡単なものしかできませんよ。ひな、なんかでもやってた前手でこういう。あ、ちなみに僕ドラム経験者です。おーすごい、今は無理だろうけど。あ、マリンちゃんね、今日マリンちゃんの特大パネルみたいのあってめっちゃ興奮したね。マリンちゃんの髪型やりたいな、またこれね。これはよくウィッグと間違えれるんですけど、めちゃくちゃ地毛です。めちゃくちゃ地毛です。ひなたまはビッグを買うという選択肢をしないで買いました。あ、間違えた、染めました自分の髪を。8ビート口で言える、つくつくたかつくつくつくたかつくそれ 16? もうね、そこの8ビートとかちょっとひなよくわからないんですよ、ダンスやってたくせに。10人に出会えてよかった。りちゃんも苦労したからなね。ゼストさんのやつなんかちょっと見ました。たまミニドラのこのアバターみたいなやつかちょっとひなも想像したから。電子ドラムあるけどそれでも振動とか結構すごいんだよね。あ、そうなの。電子ドラムな、やっぱヤマハだよね。ヤマハだのやつは5、6万でした確か。今のは16。おお、結構。ブルーロックも楽しんでるけど、ブルーロックもその後放送してない。え、なになになに、ブルーロックも楽しんでるけど放送してる4人は嘘つくのも面白い。え、何の話だ。ゆかさん、ドラムはその問題が困るんだよな。そうなんよ。ゆうきさん、やっほー、こんばんは。ワイベース持ってるからワイとひなたまリズム隊完璧やねんね、ひなのいとこもベース好きで持ってるんだよね。できるかは別として。でしたのりちゃん、バブまで可愛いよね。ギャル玉もチェックしよう。いや、ギャルなのかなね。歌おう、なんかちょっとなんか歌うわ。うまっ。何にしよっかな。4人はそれぞれ嘘をつけて、何嘘をつくって、アニメをブルーロックの後に
続けて放送。あ、アニメね。ごめんびっくりした。なんかブルーロックのメンバーが嘘ついてる話をしてるのかと思って、全然わかんない話だと思って。ひなね、あのリアルタイムじゃないんですよ。家族とご飯の時によく見てるんで、あのそうアニメを、あのひなリアルタイム派じゃないんですよね。そうなの、配信で見てるから。あおさんっていう女性のドラム演奏の YouTube 見てみて、電子ドラム叩いてるか参考に。ありがとう、スクショしとく、見とくね。親父がドラムやるけど夜中1階に響いてると結構聞こえる。そうなんだ。まさくんさん初見です、ありがとう。はじめまして、高嶺のなでしこのひなはたひなです、よろしく。まさくんさん初見、あそれ読んだわ。しゅういちろうさん、みくるんからただいま、おおかえり。みくのばさんフォローありがとう、フォローありがとう。おおキモいな、なんか手がキモいな。なになになに、どうなってんの。あこうか、あこうこう、あなんかなんかハートがうまくできない、こうしとこう、ありがとう。ねひな、今日歌いたい曲が何にしよっかな。なんかこれ歌えるかな。片っぽな恋に心が当てる前に、エルさん、エイルさんっていう方の片っぽ歌いたいんですよね。知ってる？エイルさん、片っぽ歌いたいです。いいですか、みんな知ってるかな。ほんま美人やな、セクシーやし。あ、セクシーじゃないよ、びっくりした。今急にひなもなんか変なこと知らしちゃったし。ありがとうみんな。一応言っとくけど、ミニドラムの大きさが小さいだけで普通のドラムセットだからね。あ、そうなの？へえ、ちょっと調べてみますね。ライカさんありがとう。リボンさん、楽器できないのでできる人羨ましい。あ、ひなもできないよ、やりたいって言ってるだけ、意欲しかないから。指が変なことになるのひなたまあるあるだよね、ずっと思ってたけど。ひなたまの指です、変になっちゃいます。あ、ごじった？全然いいよ。ひなたまの配信明るくて楽しいな。沢井さん、ひなもそう言ってもらえて嬉しいよ。おもちゃとかではないよ。そう、なんかドラムのね、おもちゃね、調べたらね、おもちゃじゃない、ドラム調べてたらアンパンマンのドラム出てきてガチで笑ったんだけど。あ、感じ違った、ありがとうね、教えてくれて。セクシースクショしてあったで、やめて、セクシー担当ではないから。意欲大事、ほんと大事だよ。ドン・キーホーテ・ヒナミンゴ。何誰、ドフラミンゴみたいに言うな、誰。ね、歌っていい、歌っていい、歌ってからまたちょっと話すわ。あ、今日お茶がいい具合にぬるくて美味しいな。アンパンの ドラマやばいよね。意欲があることが選ぶし、最近あんまり新しいことをしたくないの。そうなの？新しいことするのは楽しいよ。ちょっと片っぽ歌おうかな。知ってる？これみんな知らないかもしんないから好きになって、この曲。一番しか歌えない、そう思えば先に言っとく。意外にぬるい。そひなね、猫舌。叶わない未来予想を君の背に書いたさ。音ちっちゃい、ちょっとあげね。無邪気に繋いだ手と手、ぎゅっと握り返して隠した涙は私だけ。片っぽきっと散らかった世界の真ん中で、ずっと外れんぼな運命だから、痛くて甘いのさ君の抜け殻が、いつかの今日を完璧に作り出してる。あ、願わくば傷が仲良かった、片っぽな恋に心が
歌えないの。ごめんね、途中これ叩いちゃって音うるさかったやんな。ねありがとうね、もう一曲歌うね。だから今日はみんなの知らない曲をいっぱい歌っちゃうよ。知らない曲なんかい。片っぽはですね、この曲はなんでひなが歌えるかというと、エイベックスさんの時に課題として出された曲なんですよね。だから1番までだったから1番しか練習してなくて1番しか歌えないんです。ゆうきさんハートありがとう、みんなパチパチありがとうね。めっちゃ一瞬で終わったね。ごめんね。鹿何、鹿なんちゃら使い、あ、またごくごく聞こえてた。ゆうきさんハートありがとうね、嬉しい。わたるさんもんぽありがとう。これを夜景眺めながら聞きたい。これあ、確かにそんな感じだよね。なんか叶わない未来予想図、めっちゃ失恋曲歌ってたわ。モンスターストローで飲むタイプの子かと思った。あ、モンスターストローで飲みますよ、ひな。めちゃくちゃあのエナジードリンク大好きなんで、モンスターとレッドブルはマジで大好きです。あとオロナミン C ね。今ういっぱい歌ったろうやん。ごくごく聞こえた。次歌いたい曲は、歌えるかな、声結構高いんですよねこういう曲。ただ声一つっていうすっごい綺麗な曲があんの。歌える歌えないは別としてな、なんかすごい音が綺麗だから聞いてほしい、みんなに。週一でモンスターミンです。週一なん、ひなね最近レッドブルタイプ。昨日もレッドブル飲んだわ、特に眠いわけでもなんでもないのに。オラミン C 好きか、大好きだよ、毎日飲んでるからね。ひなたまのノルマクエストな、ナミン C をせる。あ、その曲好き、ただ声一つ。どれどれどれ、どの曲どの曲、ただ声一つ。夜に咲く温度とともるまで好き、これ今日だって笑う笑う、泣いちゃう僕を隠すために笑う。リポ D は飲まない。エナジードリンクは味が好きだから眠気関係ないね。そうそれないの、ただ声一つ。そうそう、初めから別とするんか。そう、それは別としてね。だけどちょっとさ、メロディーめっちゃ綺麗だからみんなに聞いてほしいんだよね。流すわ。せっかくママからイヤホンも送ってもらったので。キラキラ星ありがとう。すっごい久しぶりに歌う、歌えるかな。高いんだよねこの曲。てか歌えるしな、サビ以外。あ、ごめん、始まってた。時間のかけらを集めている、ただ過ぎるノートの余白に書く答えはいつ、ほんのり小さな感情へ。
ピアノバカ綺麗じゃないこの曲。終わりね。ありがとう紫ハート、すごい紫ハートすごいんやけど、ありがとうね、ありがとうね、たくさん紫ハートに。つっちーさんペンライトありがとうね。ゆうきさん猫鍋ありがとう、ペンライトもありがとう、わたるさんもペンライトありがとうパトさんハートありがとう、ルナちゃんもペンライトありがとう。声かわいい、やった。みんなパチパチありがとうね。ミクルンが撮ったリリリのチワ喧嘩の動画おもろかったよね。特にリちゃんの動きがかわいかったね。確かに頭最後振ってんのかわいかった。あれひな隣で見てたんで生で声綺麗やし、やった、本当に綺麗な歌声、やった。ろくでなしのさんの曲、3時のキスもおすすめ。いやー、3時のキス？それは夜中ですか？お昼ですか？ちょっと調べてみんね。3時のキス？あ、喉鳴った。あー、いい曲そう。もうみんなのさおすすめ曲どんどん教えて、ひな何でも聞くから。生で見てたのいいな、いいでしょ。あかねさんやっほー、みんなありがとね。おやつタイム、おやつタイムなの？魚のキス違うよ3時のキスね。けいすけさんやっほー。最近ひなたまが聴いてる曲はパラレルワールドって曲がひな大好きで、ようこさんって方かなのパラレルワールドって曲めっちゃ聴いてるんですけど、入ってなかったの、歌いたかったのに。ガチネシリーズのひなたも欲しい。ひなたもマジ首こんなで曲がって寝てるからやめた方がいいよ。ほらほら、あ、目玉焼きさんこんばんは。ひなちゃん、ひなちゃんはどういう系統の歌が好き？ひなちゃん結構ギターがギンギンに弾いてる曲が好きなんですけど、こういうなんだろう、バラード系も好き。この曲好き。あ、聞かせちゃダメか。恋とかつ幻で向き合えたなら違ったのかな、今この気持ちが。よくない？この何？なんか盛り上がってる感じ。今この気持ちがわかる？すっごいこの好き。パラレルワールドみたいに二つに。三時のおやつじゃなくて三時のキス、そうだよあ、なんちゃらリラさんね、なんかすごい喉鳴るんやけど。なんちゃらリラさん、それ聞いたことあんのひな。真夜中の君と、この人の曲、この方の曲、なんか違う、あ、これか。昔の曲でもいいよ。あ、素敵な曲ならね、あの年代は関係ないんで。ただいます。またありがとう。よしパパさんやっほー。首折れるのかな？そう、折れちゃう。ポキ。首なりそうやった。り。なになになに、ディスタンス、あ、読めた、すごいやん、ひな。めっちゃ静かになってひな調べてるわ。ないかも。あ、これか、ガンダム？すごい。りちゃんのママ上にすーちゃんガチネが乗ってて、生後3ヶ月かと思ったから、かわいい。かくてごめんのキーボード演奏者が本人弾いてみたで、動画見てけん、2番が弾くの大変だって。そうなんだ。じゅんくんさんこんばんは。
ひなパラレルワールドが超好きです。あーさっき言ったわ。あとチコさんのリベンジゲームめっちゃ聞いてます。あとミセスグリーンアップルさんの私は最強バージョンも聞いてます。最近は何聞いてるかな。これなんて曲。うまぴょい。うまぴょいいよね。種のやつね。何それ。でもなんかそのリベンジゲーム歌いたかったんだけど全然入ってなかった。伝統の一戦、渾身の一球、ストレート、その瞬間響く敗北の音。ミセスの私は最強めっちゃいいよな。それな、めっちゃアップの日向玉の顔見てるから大丈夫やわ。ホラーやん。ハニワ関連だったら大嫌いなはずだったって曲が好き。ねえわかる。ひなも大好き。君の声一つでこんなにも変われるって、やっぱり君なんだ、君じゃなきゃダメなんだ。はい、ツンツツンチュンチュンチュチュチュン、はい、ツツツツ。ひなが初めて受けたオーディションが、あー違うわ、それは違う。ひなが2回目ぐらいに受けたオーディションで歌った曲なんですよ、大嫌いなはずだったって。中学2年生の時かな、ひなが受けたオーディションに歌った時に最終審査まで行けた曲なんですよ、これが。だからね、大好きでひなこの曲。ガンダム精度種。なんかガンダムの曲一個一つ知ってるかも。帰ってごめんの2番がキラキラ流れないピアノ、ピアノじゃない、本人が弾くの大変だって。あそこね、かわいい、すごい。その帽子かぶったら最強です。ひなたま最強。やめろ、叩かれる叩かれる。なんちゃらなんちゃらさんの逆光って曲な、何それ。そうし、青しさん、逆光ってなんか聞いたことある。まあ逆光ってひなが知ってる歌だったわ。アドの方だん、逆なんだ、逆に行くか。すごいなんかアニメみたいになってる。なんかこういう感じだった。あとで聞いてみんね。ザ・ファーストテイクのチコさん見た、あね。あー大嫌いな派だった、やばい、エモい。あ好き。何組になったの君は、さりげなく聞いただっけ。同じクラス。ハニワだと最近ミスターダンスダーリンも好き。待って、ひなたまちょっと題名言われちゃわからない。やばいやばい、にわかになってきてる最近。あ、曲聞いたらわかったわ。題名覚えないのやめろって感じだよね。題名なんか結構覚えなかったの多かったから。にゃんちゃん最強だから大丈夫だ。やったやった、ピノヒロさん本当に最強だって、優しい。お風呂入るね、またね、可愛かった、ありがとう。ひなもお風呂入ろっかな、ちょうど40分やし。ごめんなさい遅くなっちゃって、みんな夜遅くまで付き合ってくれてありがとう。じゃあ次回次喉痛かったら歌わないけど、次歌いましょう。大嫌いなはずだった、みんなのことは大好きだけど。少しだけ配信が楽しくって、もう1時間ん、あ1時間経って、ありがとうね教えてくれて。フライさんありがとう、こちらこそだよフライさん、ありがとうね、今日も配信してくれてありがとう。レナちゃんこちらこそありがとうだよ、ほんとみんなありがとう。あ待って、ランキングは前回の失敗を得て、13位から読みましょう。前回の失敗を得て13位から読みます。そしたらみんなとバイバイしましょう。13位マミさんありがとう。そして12位ケスケさんありがとう、いつもありがとうね。そして11位フライさんありがとう、フライさん。そして10位逆こっち10位あゆちゃんありがとう、あゆちゃんいつもありがとうね。そして9位
パボさん、ありがとう。いつもありがとう、パボさん。そして8位はパッションさん、ありがとう。パッションさん、ありがとう。そして7位はレナちゃん、レナちゃん、ありがとう。レナちゃん、ありがとうだよ。そして6なんだこの特殊なやり方。6位はゆうきさん、ありがとう。ゆうきさん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。そして5位はスワベさん、スワベさん、ありがとう。スワベさん、ありがとう。ひなのあのお仏壇持ってて嬉しかった。ね、そういえばひなたま壇すごすぎた。ありがとうね、ありがとう。保存したよ、スワベさんのあの猫ちゃんも可愛くて保存したよ。そして4位ショーゴ、ショーゴ、ありがとう。クリスマス一緒に過ごそうね。そして3位は沢井さん、沢井さん、ありがとう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 だよ。これからもよろしくね。そして2位はゆっかー、ゆっかー、ゆっかー、ありがとう。めっちゃヒートテック出とる。え、ゲンガちゃん見たい？もうさ、なんかね、今日クレーンゲームしてたんやけど、あ、見てたんやけど、クレーンゲームでね、あのゆっかーが好きな、あのさ、ムカデちゃん、あ、ムカデじゃない、トカゲちゃん、ごめんなさい、間違えちゃった。トカゲちゃん、そう、トカゲちゃんがね、見えてね、なんか、あ、ユッカや、ユッカやと思って、トカゲちゃんを見るためにユッカを最近思い出すこの頃です。そして1位はわたるさん、わたるさん、ありがとう。昨日に引き、あ、この前、昨日か、引き続き会えて嬉しいよ、ありがとう、ありがとう、ありがとうです。あ、お仏壇じゃないって、間違えた、神棚だった、やだー、お仏壇じゃない、ごめん、ひなたはなくなっちゃってる、それやばいやん、ごめんな。ひなたは生物で、生物させる、生物だよね。よかった、ひなで、それが。ねえ、ごめんね、ゆっか、ごめんね、ムカデちゃんじゃないわ。ムカデちゃんとかいても可愛い気がするけどな、失礼しやした。Tがクソ笑ってる、失礼しやした、本当に。ひなひなさん、ひなたまた出会えて本当によかったよ。これからも応援するからね、高猫最高、これからもよろしく。そうか、神か、あ、そうやった、ひな神やったわ。ちょっと待って、さ、やばいね、言い間違いやばいね、すみません、本当に、もうこういうところが本当に昔からダメです、すいません、深々と礼をしておきます、すいません。成仏やね、言い間違い、かわいい、やった、かわいいって言ってくれてありがとう。もうやめて、ごめんごめん、成仏、ひな、なんつってた、生物って言ってた、もうやだね、もう本当にやだね、ごめんね。本当にやだね、もう本当にすいやせん、本当にすいやせん、本当にすいやせん。口を開けば言い間違いで、くそ。もうほんとね、口開かない方がいいよね、ごめん。ね、お腹痛いって、ひなもね、なんか今日お腹キリキリしてるんだから、食べ過ぎて。何も思わず生物つってたわ、成仏のこと、怖っ。最後の最後まで楽しませてくれるやん、最高やん、ゆかありがとう、ゆかありがとう、ひなたまま神。弱そう、すぐ倒れそうな神、すいやせん、ほんとすいやせん、こういうところが推しです、好き、澤部さん、ありがとう、本当にひなはね、そういう優しい澤部さんに救われてるよ、ありがとうね、間違いラッシュ。困っちゃうね、こんな順位読むのにこんな間違えられちゃ困っちゃうね、面白い、よかった、ひなたま教、え、なんかさ、ちょっと悪い宗教っぽいから、それはやめよう、ひな宗教には入ってないんで、帽子が可愛い、やった、ありがとう、ひなたま今日はやめよう、なんかみんなバカになりそうだから入らないでほしい。ひなたま今日はやめようか。ひなたま王国はいいよ、エンターテイナーやな、ようこそエンターテイナーの世界へ、ひなたま流行語大賞2020年年末やろうね、もうね、覚えてないのよ、もう覚えてないの、脳みそに入らないから、何間違えたかとか、前よりさらに好きになった、しおりさん、ありがとう、好きやで、ひなも腹筋鍛えるのによけ。こ
これが沼にはまる日向まぶし。ようこそ日向まぶしへ。そう、食べ過ぎてお腹キリキリなの。ひなちゃんのせいで全員シックスパックです。かっこいいやん。お腹が割れてるだけかっこいいよ。とか言ってるひながね、ワンパックなんですけど。結局成仏、あ、成仏じゃない、壇上最後まで読んだっけ。読んだよ、読んだ。1位わたるさん、チュッってやった。ひなたみ、ひなたましん。なんか面白い、ひなたましん。ひなたまってなんか支えたくなるのよね。そういう言い文、言い間違いとかするから。やだ、みんなが支えてくれるから今の私がいます。本当にありがとう。わたるさんまで読んだ記憶が、読んでたよ、笑って記憶読んだ。よかったよかった。本当よかったよかったです、皆さん。ああ、スクショしちゃった、びっくりびっくり、めちゃめちゃ目閉じたスクショしちゃった。皆さん今日は本当にありがとうございました。壇上まで成仏って。言い間違い、もうダメだよ、そこに引っ張られてるから。みんなが成仏したことになっちゃうからやめて。はにゃはにゃ、あ、ごめん、ゆっかがはにゃはにゃしちゃってるわ。そのはにゃはにゃ言うあれポケモンいるよね。口を閉じよう。時を戻そうみたいに言わないで、口を戻そう、あ、閉じよう、間違えた。もう本当にやめよう、本当に口閉じよう。今日も可愛すぎる、え、可愛すぎやし、スクショしとる。本当こういう謎ポーズすんのやめよう。今日は筋肉が見えませんね。ごにょ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 にょちゃうやん。記憶が成仏しちゃってた。口を戻そう。腹話術する？ひなちゃん腹話術しないよ。コン、あ、なになに、ひなちゃん腹話術しないけど、でもなんかあんま口、あにゃはせよ、こんにちは、みなさんこんにちは、ひなたまです。ちょっと動くけど結構できるんだよね。ムキムキキティね。壇上に上がることは成仏と言います。なくなっとる、チーン。口を開かなければいい女なのにね。え、出た、恋愛漫画でよくあるやつ。あんた喋らなきゃいいのにねってやつ。喋りますよ、喋るの大好きなんで。ねえ、50分になっちゃった。ごめんね、みんな長引いちゃって。じゃあ、あの、みんな、じゃあ次はひなたまのお茶の間、お茶の会でお会いしましょう。今ひなたまいないんですけど、心の中では参加してるので、ぜひみんなもお気軽にお参加くださいませ。お茶の間で、そう、ひなたまのお茶の間で会いましょう。次は31人の神々挑もう。で、誰、3人誰、10人しかおらんけど。ああ、ここね、ここね、びっくりした。本人がスペースに誘導さ、ごめんな、誘導しちゃった。まあみんなぜひ、本当よろしければみんなでお話ししましょうね。次は僕らがしゃべる番ですね。本当楽しみにしてます。ちょっといけないんですけど、ひなたますごく楽しみにしてるので。喋らなければひなたまじゃない、そうだよ、言い間違えないように頑張ります。あ、気をつけてね、そこは。公式に宣伝された。あれ、気づいてるよ、結構ひな普通に気づくからね。じゃあみんな、今日はありがとう。最後の最後まで言い間違いたくさんしてすいません。今日も楽しかったです。あの、1曲と2曲、1曲半歌わせてくれてありがとう。また次の配信で会おうね。ゆっくりお風呂入って休むんだよ。聞くだけなら良いとか、え、多分ね、ダメにあんだよね、多分やけど。だから心の中では参加してるから、よろしく。みんなお疲れ、楽しかったよ、こちらこそ楽しかったよ。みんな、じゃあね、ありがとう、お疲れ、またね、次の配信で会おうね、バイバーイ。みんなありがとうよ、成仏しないで、成仏しないで。また絶対会おうね、バイバーイ、バイ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 、おやすみ、おやすみ、みん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 、おやすみみん、おやすみー。